プロを目指してるんですが、どうすればなりますか。プロ試験を受ければ誰でもなれます。何の難しいこともありませんが、ただプロになったって何すんのっていう世界ですよ。いや、これ別にJB と書いてないんじゃないですか。何のプロってことですよ。ああ、そう、それで無資格にいたらプロ。まあまあね、ゴルフのプロであれば実技試験とね、筆記試験とこう様々なものがあるわけですね。ボーリング昔あったんですけど、僕はプロボーラーになろうと思って、筆記試験と実技ですね。実技はね、当時で100ゲームで、女子プロが180、アベレージ180以上、男子が190だったか200ですね。俺中学の時それほぼ達成しておりましたんで、いつでもなれたんですけどね。スリムプロね、クラブのプロであれば別にクラブに入って、そこのクラブに入ってそのクラブで受けが慣れちゃいますよ。ね、何千人いんのあれ。何千人でしょきっと。ね、僕らはまあ防いで上10人ぐらいは、まあ、プロっぽい人たちがいますから、その人たちは別に、それ以外は全然、プロと認めておりません。プロってね、やっぱりね、人に見せられてるのは自分で釣ってなんぼのもんじゃないんですよ。見せる釣りができなきゃダメな。ね。その人たちからお金がいただけるようなことをできなければダメよ。だから、ただのプロになるんだったら誰でもなれますよ。うん、団体公認でだけで言えば、プロって言っていいのかな。うん、そうそうそう。バスプロはお金持ちしかなれないと聞きましたが、まあ基本的にはそうですね。ある程度金持ってるやつが自由に釣りができるというのがまず第一でしょ。そしてバスボートを持ってるってことが第二でしょ。仕事しないで遊びに行けるっていうのが第三でしょ。っていうのがまず一つあるよね。ただ貧乏的に、要するに車の中で寝泊まりしながらやって何とかするっていうのも確かにそれはあるけどね。ちなみにバスプロですか、バスプロだけで金は稼げませんから、まあ他のことをアルバイトしながらやるっていうね、ことになるでしょ。まあバイトしないでできてるやつなんて日本で10人いればいい方だと思いますよ。切り抜き動画見た皆さん、こちらの方がですね、村田はじめのオンラインサロン YouTube バージョンの方でですね、流した映像、そこからこう切り抜かれたやつでございます。オンラインサロンの方ではですね、本当に一人一人のあんな疑問こんな疑問っていうのをですね、直にお答えして、村田はじめちょっと楽しみたいなという方はですね、ぜひご入会をよろしく。